はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこえなく愛する男、シンです。どうしました？テンション高いですね、DJ。サッカー男と話の DJ ともによろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしました？非常に冒頭からテンションが高いですが。火曜日を倒しました。火曜日を倒して明日は祝日です。祝日なので DJ とも、もう、いいですね。お酒飲んでるんですね。素晴らしいです。で、そうですね。まあ本日なんですけれども、前回、J リーグ第4節の、おー、どうしたどうしたどうした。うるさん食べた。勝ったうるさんに勝って決勝進出。横浜 F マリノス。という簡単にはいかねえんだよ。そんな簡単にはいかねえんだよ。ということでですね、J リーグ第4節全試合勝敗予想前回したので、そちらの答え合わせと、まあ、J リーグのですね、全試合、まあ、簡単な振り返り行っていければと思いますので。え？右の巨人軍の巨人に食われた。人小さいな。人小さい。グロいよな、あれな。グロい食い方するよな。車力の巨人、麒麟川島。ということで、全試合振り返っていければと思っております。まず、じゃあ FC 東京から福岡の試合から振り返ればと思いますが、トムがですね、FC 東京勝利と予想して、私は、東京引き分けと予想したんですかね、おそらく予想して、これ外しておりました。DJ トムは予想が正解となっておりまして、この試合結構すごかったですね。長友佑都選手がゴールを決めたのがかなりフィーチャーされてたんじゃないですか。いやー、長友選手がね、一番代表どうなのみたいな、復帰どこみたいな時に、まあ、結果で笑ってましたよね。全員を黙らせる、長友佑都選手、結果で黙らせるとさすがとしか言いようがないですし、なんといってもやっぱ荒木遼太郎選手がこれ、好調っすね。いや、すごいですね。いや、まあ、もう FC 東京に移籍して、しかも代表選ばれましたもんね、2ユー年ミンぶり。さん、アンダーの代表にも選ばれているので、水を得た魚のように生き返ってまた活躍してますね。この選手はプレミアリーグにも頑張っていきたいって自分の夢を語ってますけど。荒木選手、そうですね、そういったところもぜひ目指していっていただきたいですので、まあ、FC 東京、ようやく勝利が生まれたということは非常に大きかったんじゃないでしょうか。で、次ですね、コンサドーレ札幌対町田。こちらは私の予想が合っていて、町田が勝利。で、DJ トムはですね、こちらの予想が外れておりました。で、来ましたね、町田。また勝利ですよ、DJ トムさん。どうですか、これ。首位ですまあ、よ、首位。すごいですよね、これ。やはりこの藤尾選手、非常にいい選手じゃないですか。何でもできるタイプですよね。テクニックもありますし、中盤の組み立てにも参加できるし、フィニッシュにも参加できる。そうですよね、フィニッシュにも参加できる。まあ、セレッソ大阪だったんですね。リップエースなんだ。あの、いや、ど樺こ山くんとかがいたところ。あ、そうなんですか。リップエースかなんか広告高校行く子が多いんだよね、確か。あれ、それ止めなあかんでーって、うちの監督。プロにめっちゃ厳しく指導するうちの監督ね。僕らのライバルになりましたかね、うちの監督も、YouTuber となり。YouTuber ということで、僕らのライバル、すであにかんでー、これ。僕らすでに乾杯してますけれども、こういった形で。世界初、うちの監督を真似する DJ と。それあかんでー、これ。どうも。またレパートリーが DJ ともに一つ増えました。これは本当に町田、もう皆さん無視できない存在になってきてるんじゃないですか。いや、結果が出てますもん。結果が出てきてる。これも黒田監督、さすがとしか言いようがないですし、どこが町田を止めるのかっていうような状況になってきておりますので、ここも引き続き注視してですね、追っていければと思います。リップエースに樺山君の弟いるらしいよ。あ、まだ、今？はい。結構年下なんだね。お兄ちゃんと比べられる覚悟で来ましたし、プロになると決めました。めっちゃ似てる。素晴らしい。で、まあそうですね、そういったところで次、サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸、今節一番の目玉の試合だったのではないでしょうか。こちら DJ トムもスタジアムに行かれたということだったんですが、こちらですね、DJ トム、私ともに予想外れました。誰が0-0と予想したでしょうか。どうでしょうか、この試合見ていて、現地で。この試合ですね、素晴らしいノエスタの雰囲気。結構朝も早く起きて行っちゃったんですよ、僕らも。飲みすぎた挙句、後半少し寝てしまいました。後半いつもの、飲みすぎて後半少し寝てしまうと。知人に注意して、お前寝るなよって言って、知人注意したその3分後寝ます。3分後に自分が寝ていたと。はい。まあ仕方ないです。0-0はね、ちょっとまさか予想もしてなかったので、これは仕方がない、と思うんですけども、僕も DJ とも、こちらどちらかが勝敗つくのではないかと予想していたので、
こちらは外れてしまいました。00は00はもうシンもレアルぐらい嫌いなんじゃない。00は本当に嫌いですよ。レアルはまあねそんなに嫌いじゃないですけど、00はもっと嫌いですから。00どのぐらい、この多分サッカー知らない人見てくれてると思うんですよ、このチャンネル。どのぐらい嫌いですか？00は本当に黒板ひっかく問題児ぐらい嫌いです。あ、僕は明らかにエコバッグとか持ってないのに、普通にこうやって、誰見てる人誰もが分かんねえよ今の。あの00、まあ、僕が一番嫌いな00だったと。で次ですね、レイソル対名古屋。ここはですね、僕名古屋3連敗で予想しておりましたし、まあ、DJ トムもここはあの予想を外しておりました。まさかの、レイソル0、名古屋グランパス2ということで0-2でレイソルが負けると。これはどうでしたか？そうじゃん。え、グランパス初勝利ですね。グランパス3連敗からの初勝利ということで、なんとか首の皮1枚つながった長谷川健太監督。そして次は横浜 F マリノスということで、これはまあいい流れで一応グランパスは横浜 F マリノス戦は迎えられるんじゃないですか。これ復調してきた要因っていうのはちょっとまたシステムいじってますもんね、若干。あ、本当ですか？前線はいじってるって感じですよね、グランパスは。あ、そうですよね、まあ、パトリック、ユンカーっていうところを下げて、まあ、山岸選手、永井選手をスタメンに置いてきたというところで、まあ、ちょっとですね、人選を変えてきた、まあ、その永井選手であったりとか、あのハッチャンレ選手ですね、そういったところが見事期待に応えて得点をして柏レイソルを破ったというような試合だったので、まあ、ここですね、2人とも予想を外してしまいました。まあ、レイソルも調子良かったんですけどね。そうですね、レイソルもまだ負けてなかったんじゃないですか、グランパスに負けるまでは。いやー、これはじゃあグランパスも浮上のきっかけをつかめたというところで、我らが横浜 F マリノスにどういう試合ができるのか。そうですね、横浜 F マリノスホーム、名古屋グランパスホームでの横浜 F マリノスとの試合になりますので、この辺も見どころですね。で次、ガンボ徹底解剖スペシャルもやるんですか？徹底解剖スペシャル名古屋グランパスやりますので、非常に浅いプレビューやりますので、皆さんぜひご視聴いただければと思います。で次ですね、ガンバ大阪対ジュビロ。これはシンがですね、ガンバ大阪勝利と予想しておりまして正解と、で DJ トムこちらを外しておりましたので、私が正解で DJ トムが外すと。でガンバ大阪が2対1で勝利。これフューチャーしないでいいじゃん、俺が外したら。私の方が信用ができますよ皆さん。私と予想を当てれば大体5割ぐらいは当たります。そういうデータが出てます。で、これガンバ大阪どうですか、宇佐美選手ついに復活の時ですか？宇佐美は今あれですよ、注目されてますよね。いろんな YouTuber さんのやつ見てると宇佐美が今年はいいみたいな、 YouTuber さんとか Twitter とかでも書いてあったんですけど、宇佐美のゼロトップ、ペナルティーエリア内で勝負させることで、この宇佐美の真骨頂進化が発揮されているのではないかと書いてあったので、ついにこれがハマったんですか？あの有名なチャンネルのところ引っ張ってきて申し訳ないですけど、ミルクサッカーアカデミーさんが宇佐美の記事を載せてまして、はい、アタッカーの中でも最上位クラスでの守備の数値が高い、そういったプレスとかそういった数値が一番高いというのは、ドリブル成功率が 100%、はい、今回の試合すごいね。でも宇佐美選手もゼロトップって攻撃のところばかりフューチャーするんですけど、やっぱ守備のところで頑張れてるっていうのはちょっとで、なんかあの従来の宇佐美隆史はちょっとね、アップデートされたんですよ。いやーすごいですね、アップデートされつつさらに得点力も上がっていると。なので今シーズンの宇佐美隆史選手はまた一味違った宇佐美隆史選手が見れるのではないかというところと、あとウェルトン選手、あの相手の靴紐を倒れたふりして解こうとしましたね。それは僕もあの進化の若い時の動画見てもらったけど、ずる賢さ、ずる賢さ、ね、そうですね、ずる賢さがあるので、まあ、あとやっぱウェルトン選手非常にいい選手みたいですね。 DJ トムよく短期でいけますよね、一人で突破できるような。そうですね、そうですね。ガワンが強い。ヘディングで2点目取ってますけど、リカルド・グラッサ選手、この2点目そうですね、あの取っておりました。マイケル・ジョーダンかと思いました。マイケル。で、まあ本当に宇佐美隆史選手のあのクロスもめちゃくちゃうまかったですね。まあ宇佐美選手、もう取った後にね、ガンバの雰囲気がいいですよね。あの、ダワンがこうやってもう、宇佐美にこうやってダワンがもう。いやビリケンズせたもん。ビリケンは宇佐美。宇佐美をビリケンに見立てるな、もう。ということで、まあ、ガンバ大阪も今シーズンちょっと手強いんじゃないですか、これは。いや、これ、ガンバ、
ちょっと手強いっすよね。次ガンバの対戦相手がだってあそこっすもんね。ガンバ対広島。ああ、それもまた面白いですね。楽しみですよね、ここの試合は。楽しみですね。まあそういったところでガンバの今後の行方にも注目していければと思います。で次サガン鳥栖対セレッソ。これはセレッソがスーパーゴール決めてましたね、あの選手。いや、ビトール・ブエノが。ビトール・ブエノがスーパーゴールを決めて、2-0 でサガン鳥栖の勝利と、これは DJ トム、あの、シンともに予想当たっておりました。このあたりもですね、ちょっとまあ引き続きセレッソも見ていければと思います。で、次、ヴェルディ対新潟。早すぎでした。いや、リトール・ブエノ選手、ワンゴールワンアシストだな。ああ、柴山選手にもアシストしたんですね。柴山選手は退場しちゃいましたけど。退場してましたね。はい。リトール・ブエノ選手、どうですか？いやー、あれはとんでもサッカーやってる人だったらね、はい、びっくりしたんじゃないですか、あのゴールは。もうあのワン、落ち際をこうアウトでループして。そうですよね。あれは、うまい。あれでも、なんか佐々木蓮君ぐらいの感じですか？いや、わからないやろ、誰も。まあ、それぐらい上手いということで、ビトル・ブエノ選手の今後の活躍にも期待していければと思います。で、次ですね、ヴェルディ対新潟。こちらは私が引き分けと予想していたので正解で、で、トムが失敗、間違いということで。失敗ってないよね。皆さん DJ トムを信じるか私を信じるか、もうそろそろ気づいているんじゃないでしょうか。ということで、これね、コズ TV さんもあのいろいろと挙げられておりましたが、まあ、ヴェルディはなかなか勝利にちょっと遠いですね、勝利まで。ホームというところで気持ちを見せてきましたね、最終的には。そうですね、気持ちを見せての、まあ、なんとか90分にオナガ選手の同点ゴールで追いつくというような試合だったわけですが、まあ、新潟はこれは勝ち切りたかったですね。ただ山田選手のフリーキック、えぐいですね、あの選手。去年 3点取った選手が J1 で一番フリーキック取ってたみたいな。あ、本当に2発で。すごいですね。山田選手、フリーキックめっちゃうまいですね。めちゃくちゃうまいです。30メートルぐらい距離ありましたもん。ありましたので、で、キーパーも小島選手ですからね、言うて。そう、小島選手に決めてるというところがね、もうアンデルソン・ロベルが去年であれ止めてますからね。アンデルソン・ロベル、あれ止めてる人いないですよ、これ新潟。いや、ビリケン弾いたら、縁起が良くてこうなってる。ビリケン立ってる。ビリケン立って茶柱立つぐらい縁起がいいということで、新潟、まあ、ヴェルディもですね、早く1勝を挙げたいところですが、まだまだやはり J1 でなかなか勝たせてもらえない。ぜひヴェルディの1勝早く見たい、ジョーク監督のソリも見たいので、ヴェルディの、皆さん早く勝ってくれることを祈っております。で次マリノスはたっぷりレビューやってますので割愛できればと思うんですけども、 DJ トム、シンともに勝利というような形になっておりました。でフロンターレ対鹿島アントラーズ、こちらは私の予想が外れて DJ トム、こちら予想合っておりましたが、フロンターレはちょっと厳しいですね最近。でもチャブリッチ選手本物ですよ。チャブリッチ選手あれ本物ですよね。めっちゃいい選手ですよね。めちゃくちゃいい選手ですし。そうですね、まあ、それだけレベルの高い選手なので、試合の伸びましたが非常にいい選手、縦にもいけるし、自分でもあの突破もできるし、体も強いし、ヘディングも強いし、いい選手ですよね。だってああいう選手が日本で活躍しそうな感じです。そうですね、ああいう選手が今ね来ても日本で活躍しておりますし、スロバキアの代表招集の打診を受ければ今回は見送ったらしいです。あ、らしいですね、見送ったらしいので、なぜ見送ったのかちょっと分からないですけど、チーム状況っていうところですかね。日本からヨーロッパに行くっていうのは結構、まあ、リスクがあるので、まあ、疲れますしね、距離も長いので、そういったところで、辞退をしたのかもしれないんですけれども、今後のシャブリッチ選手の動向にもちょっとマリサポとしてはあのしっかりと追っていかなきゃダメですね。マリノスがしゃぶられないように、マリノスがしゃぶられないように、どういうシャブリッチがどういうしゃぶり方を他の試合にしているのかっていうのをあの追ってみていければと思いますので、このあたりもですねチェックしていければと思います。で最後湘南ベルマーレ対浦和レッズ、こちらは DJ トム、私ともに予想外れました。誰がこんな試合を予想したでしょうか。4-4 はすごいですね。 4-4 ってベルマーレ対マリノス以来やん。あのウーゴがめっちゃ点決めた時、この試合しかも下田さん起用してくるっていうのは、ダゾーンの人選いいっすよ。さすがですね、ダゾーンの人選がいいですし、こんな試合が起きるというのはやはり下田さんにとってはありがたいことなんじゃないですか。絶叫のしがいがありますし、実況のしがいがあるこの試合だったのではないでしょうか。僕の知人、いろいろサッカー選手写真撮るならわかんじゃないですか、会場で。はい。下田さんいたって送ってくる。下田さんと一緒に写真撮りたいですよね、僕らも。
生下田さんを送ってきてました。生下田さん見たいですし、一緒に写真撮りたいので、下田さんぜひこのチャンネル見ていたら出演してくださることを祈っております。下田さんこのチャンネルどうつかないですねまあでも浦和レッズは前田直樹選手やっぱいいっすね。キレキレっすね。キレキレですし、コオロギ選手、チアゴサンタに変えて入れてきたところ、コオロギ選手得点の嗅覚素晴らしいですね。まあでも素晴らしいですし、なんといってもでも今レッズはね、2列目の選手層というか、まあポジション争いが激しいですよね。そうですよね、激しいところで、こういったところでなかなかレッズもね勝利ができないっていうところがあるんですけれども、ベルマールのこの鈴木選手すごいいい選手じゃないですか。高卒2年目ですよね。はい。まあこの選手も勝手にしたら今日本のねそういったマーケット海外から注目されてるんで。あ、そう、阪南大であれなんですね、全国高校サッカー選手権で得点王になってたんですか。一回なんか4点と固め塗りしたんじゃないですか。ああ、そういうことですね。阪南大グループのなんかの高校で選手権出て2年目ですね、去年入ってきたの。あ、そういうことなんですね。ただこの選手マリノスもやられましたよね。でもディサロとかがサブっすからね。いやすごいっすね。それを差し置いてのやっぱ鈴木選手が出てきているということで、この選手僕すごい注目してますし、マリノスでもやられたので今後の活躍に期待していきたいですし、今後のちょっと濃厚マリノストークチャンネルとしても、ベルマーレ結構やっぱり今年いいサッカーしますよね。でもやっぱり点取られても取り返せる力がなんか今年はすごいかなって思いますけど。すごいですね、大橋選手が抜けてもうこれだけ点を取れる、まあ、ルキアンもですし鈴木選手、このフォワード2人で2点ずつ取ってるっていうのはベルマーレとしてもかなり明るい材料なんじゃないですか。あとは4月13日のね、本当ベルマーレ戦はちょっと簡単に勝てないんじゃないですか。そうですね、マリノスも簡単に勝たせてもらえないと思うので、この辺は引き続き、ベルマーレもチェックしていければと思います。で今回私たちの予想ですね、私シーン当たり、10試合ですかね、10試合中5試合、当たり 50% ですね。で DJ トム10試合中4試合なので 40% の成功確率だったということで、皆さんどちらを信じた方がいいかはもう明白なのではないでしょうか。こういったの全試合予想、全試合、試合振り返り、引き続き J リーグ行っていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ポケモンで誰もが最初選ぶ確率だけゼニガメ買いました。ゼニガメ可愛いな、それ。それ、視聴者プレゼント、領域展開すな。領域展開！いや、ゼニガメで領域展開絶対できないのよ。じゃあそれ視聴者プレゼントということで、引き続き、視聴者プレゼントしてほしい人はチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。やーやーってなるほど。